ジョン・コリアによる肖像画、マイケル・フォスターは、イギリスの医学者である。イングランド・ケンブリッジシャーのハンティンドンで生まれた。ロンドン・ユニバーシティ・カレッジ・スクールで学び、1859年に医学部を卒業した。しばらくハンティンドンで医師を開業した後、ロンドンに出て、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで臨床生理学を教え、2年後に教授となった。1870年に、 ケンブリッジ大学のトリニティカレッジの生理学の講師職となり、後に新設された生理学の教授職につき、1903年までその職にあった。彼の教えた学生にはノーベル賞を受賞したチャールズ・シェディントンがいる。教育者として優れ、ケンブリッジ大学の生物学教室の発展に貢献した。1881年から1903年の間、 王立協会の事務法を務めた。1899年に KCB を受訓した。1900年には大学を代表して議員にも当選するが議会では重要な役割を得られず、1906年には落選した。レイ・ラン・ケスターとトーマス・ハックスリーの論文集、The Scientific Memoirs of トーマス・ヘンリー・ハックスリーの編集を行い、著書には生理学の教科書、 テキストブックオブフィジオロジーや、レクチャーズ、オンザ・ヒストリー・オブ・フィジオロジー・デューリング・ザ・シクスティーンス、17、ス・アンド・エティーンス・センチュリーズがある。アイアメカの植物の研究家として知られ、新種、アイリス・リニエーテなどを、雑誌、ガーテン・フローラで紹介し、カーティス・ボタニカル・マガジンに転載された。アイチソンが記載したトルクメニスタンで発見された種、アイリス・ホステリアナのが不明に、 ホスターの名前が付けられた。ホスターは植物の学名で命名者を示す場合にマイケルホスターを示すのに使われる。ありがとうございます。